ハローテニスファン、小野田道久です。今日も高尾プロとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、素敵なゲストの方をお迎えしてやりたいんですけども、いろいろゲストの方をお呼びしたんですけども、はい、この方の印象、高尾プロどんな感じでしょうか。いや、まだね、年齢が若いっていうのが一つと、はい、やっぱりこう日本人の選手の中では身長がやっぱ高い、うん、で本当にジュニアの時から僕も何度も見てたんですけど、はい、最初すごく線が細いなっていう印象だったんですけど、もう最近はね、しっかり筋肉もついて、はい、トレーニングもしっかりやってますから、以前よりもすごく力強いボールを打つようになってるなという選手のイメージです。そうですね、はい、僕も小さい頃少し試合見たことあると思うんですけども、センスの塊というかね、もう才能に満ち溢れてるなっていう印象があったんですけども、はい、今日のゲストはそんな方をお呼びしております、はい、早速お呼びしましょうか。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、和田貫陽介プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。登場しにくいですなんでそんな持ち上げられない。持ち上げられないをボールに近づけていく感じ。試合になったらもうどんな形でもいいから、とりあえずボールをコートに入れること。僕の印象ですね、僕は小学校4年生の頃から知ってるんですけども、うちの立教大学の、はい、ジュニアアカデミーのスクールにも来ていただいて、その時の印象がちょっと強かったんですよね。練習やって、で僕が講義をやるんですけども、はい、この教壇の目の前で、はい、もうこうやって見てるんですよその時の印象がやっぱ強くて、すげえ目キラキラしてんなこの子まあそこからこんなご立派になられて、はい、2016年の全日本チャンピオンでいらっしゃいます、はい、高校生の時ですね。そうですね、はい、まだジュニアの最後の年ですね。そうですね、はい、うん、いや、なんかすごい細いイメージがあったんですけど、はい、今見てると横幅もすごい厚くなってトレーニングで、え、今いくつですか。22になりました。ご立派になられて僕のちょうど半分です。あ、半分44ですから僕もだって20離れてるんで、はい、ちょっと世代は全く違いますね。いや、本当そうです。まあ今日は渡辺プロをお迎えして、ストローク編、はい、まずフォアハンドですね、いろいろやっていきたいと思うんですけれども、はい、まずはフォアですかね、はい、ストローク得意ですよね。そうですねまあ主体はベースライン、はい、まあ、ネットにも行きますし、まあ、サーブもビッグサーブということで、うん、ちょっといろんなことを引き出していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと実際に打っていただきます、はい、よろしくお願いします。ラスト2球お願いします。うん、なるほど。ちょっと僕以前の印象よりも、はい、すごくコンパクトに僕もそう思いました。わざこのサーフェスがどうとかじゃないですよねそういうんじゃないですよね。あ、まあ、うん、そういうふうにやはり変わってってるって僕は認識してるんですけど、ちょっとねフェデラーっぽいです、うん、見てるとラケットの先端向こう向いてる、ここで手首をグリップは返すっていう。グリップはちょっとグリップから見せてもらえますか。はい、変わってないかな、うん、真上よりも結構上からか、厚めですね。そうです、ね、これグリップは若い頃っていうかジュニア時代から変わってます。いや、もっと多分厚かったと思うんですよ、ね、もっと全然もっと厚くて、もっとバックスイング大きかったよね。めちゃくちゃ大きかったです。もうとりあえず振っときゃいいと思ってたんで、ジュニアの頃は思いっきり振っときゃ、もっとこうやってんのかと思ったんですよ僕。ほんとこんなんかもうめちゃくちゃ大きく振ってたんですけど、やっぱだんだん間に合わなくなってくるじゃないですか。ああ、なるほど。プロになってくるんです。で、まあ、だんだん勝手に小さくなってきて、なるほど。まあまあいろいろ考えながら、まあ常に、まあ、対戦相手がどんどん強くなるとスピードもね上がってきて、まあ、こんなもうテイクバックしたら間に合わんぞっていう。もう特にね、ボール過ぎちゃうからね。そうですね。そうなんだよね。なんか気をつけてるポイントってありますか。僕は結構戻しをメインに考えてますね最近は。なんかじゃあテイクバックではなくてこっちから先を考えてる。なんかどうしてもこう調子悪い時ってひねろうって思いすぎちゃって、なんか意外と戻せてなくなることが多いんで、まあでも本当にちょっとしか考えないです。別に特に打点以外はほとんど何も考えないで、うん、まあ、ここまではもう完成してるというかその状況に合わせてこうなってきちゃったのもあるし、まあフォローインパクト、まあ、返しですね。この返しの
このフォロースルーの部分って何か注意してることありますか？まあ、できるだけここが小さくなりすぎないように、うん、まあ、できる限りボールにここから強く力を伝えられるように意識はしてますね。なるほど。じゃあ構えはあんまり気にするというか、セットアップシンプルにして、まあ、なんか考えすぎないように、やっぱどうしても考えたくなっちゃうじゃないですか、こっちの方がこうどうしても考えやすいんですけど、そっちはできる限り考えないで、まあ、ボールの当たるところと当たった後を結構イメージしてる感じですね。チャンネル登録よろしくね。まあ、大会出てるとクレーコート回ったり、もちろんグラスコートだったりって、そういうのでなんかこう意識とか、こうちょっとこうラケットの位置だとか当て方はなんかそれに合わせるようにする？そうですね、やっぱり結構、まあ、僕どっちかというとプレースタイルが結構変わるタイプじゃないですか、こう、うん、そのコートによってもそうですし、はい、シーズンによっても結構違う、相手によっても違うんで、うん、やっぱりそこはできる限り、まあ、対応できるように、うん、そんなに同じプレースタイルのままいかない方ですね。なるほど。足のその向きとか、ちょっと今上半身のお話しましたけど、下半身はなんかこだわってるスタンスとか、なんか構えみたいなのありますか？得意なスタンスとかある？僕はでも多分何も気にしないと、オープンでこう結構したい人になるんですけど、まあ、できる限り左足も使ってセミオープンぐらい、セミクローズどっち言ってるんですか、それなんて。セミオープンスタンス、セミオープンスタンスぐらいまでいけるように。じゃあ状況によってはまあスクエアになったり、セミオープンスタンスになったり、まあオープンスタンスになったりって状況に合わせてまあ変えれるってことですね。まあ、いろんな打ち方で打ちたいですね、できる限り。もう一回カメラに。このね、やっぱり一つの打ち方でしか、ま、あの一般の視聴者の方はできない方結構いらっしゃって、やっぱりその状況に合わせてやるっていう難しさと、やっぱりプロになってくるといろんなボールをさばくっていうのが、やっぱワンパターンの、あのフットワークだとダメだよっていうのは僕はちょっと伝えたいんですけども、はい、まあ、そうですよね。そういうことですよね。はい、まあ、いろんな打ち方の方がやっぱ相手を惑わせることもできますし、うん、いろんなボールに対応できるので、うん、まあ、できる限りこれじゃなきゃ打てないっていうのはなくして、はい、まあ、それは練習でやっぱりちゃんとこういう形で綺麗に打てるようにしといて、うん、まあ、試合になったらもうどんな形でもいいから、とりあえずボールをコートに入れること、うんうん、例えばなんか小さい頃にコーチからなんかこういう風にしなさいとか、こういう風がいいよみたいなアドバイスって、まあ、例えば僕で言うとスペイン流が入ってきて、はい、形をこうやって前と後ろで必ずスクエアで打ちなさいみたいなのが始まりだったんですよ、はい、そこからオープンスタンスが混ぜるようになったんですけど、なんかそういう昔からの教えみたいなのあります？ハゲ打ちですね。ハゲ打ち。出ました、ハゲ打ちです。何でもいいからとりあえずもうラケットのスピードを上げろっていうのが。なるほど、ね、スピード上げろ、とにかく上げろっていう、でボールに強く力を伝えろっていうのが僕は昔はずっと言われてました。あれよね、その誰もがさ、やっぱりナダルとかね、うん、そのティームみたいに、それもちろんフェデラーもそうだけど、はい、早く振りたいのよ、うん、でも早く振れば振るほど綺麗に当たらないっていう、うん、そのボールの変化だったりスピードだったりっていうのの狭間だよね、もうやってくると。それは数でこなすしかないです、ね、それはフォアのラリーをするときにもスピードどんどん上げろってこと？ラリーをしなんか、いやもうてかラリーなんかしなかったですね。昔ちっちゃい頃はもうひたすら照らしで、うん、もうずっと照らししてました。もう1日、僕は多分大体7時間ぐらいずっと練習してたんですけど、ジュニアの頃は、うん、ずっとフォアハンドだけ打ってて。マジで？でなんか1ヶ月半ぐらい経つとバックの打ち方が分かんないんですよ。本当に分かんなくて、よく考えるとあれバックとボレー練習してないなと思ってバックを練習し始めるみたいな。なるほど。ちょっとジュニアの方も多分見てると思うんで、まあ、練習方法は皆さん異なりますけども、やっぱりそうやって球足でもう何時間もこう打つ、その形にはめていくっていうのも、まあ、一つのやり方としてはあるかなっていう感じがします。はい、スタテに、まあ、ちょっとあのボール出しだけだと、はい、もうこのパターンしかないの で、ね、ちょっと僕がボレーを向こうに入って、はい、少しあのもしかしたらバックの方に行っちゃうかもしれないですけど、それはちょっとフォアメインで、はい、いろんなボールをちょっと打ってちょっとね、ボールをちょっと僕も体感してみたいので。じゃあ行きましょう。ちょっと打ち方忘れちゃった。あれめっちゃ真ん中行きます。球だけ取るよ、こっち、うん、いや真ん中でそっちに、うん、はい、その辺にコントロールする。ちょっとゆっくりいいですか？ちょっと最初ゆっくりテンポで。はい、ソーリー、ごめんなさい。 OK、OK、いいです、うん、OK、いい。もし何球かつながったらどっちかにも打っちゃってください。はい、何球って言いました、はい、何球か、もう5球、うん、もう 2,3 球連続だったらもうサイドにあの打っちゃっていいです。変につなげようとしなくていい。
逆に俺がやられてる感じで。さり、はい。あ、いや。コンパクトですよね。あ、おー、はい。はい、行きます。ラストいきます。手首のしなり強いですね。あ、よっ、あれ、あれ、はい、もうちょっといきます。うん、大丈夫です。僕が頑張ります。はい、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 よいしょ、やーでしょ、うん、はい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 、ラストいきます。はい、はい、はい、おお、早っ、スイングスピードがちょっと疲れたボールがね、弾まない、ちょっとこれが、いや、いいね難しい俺が楽しいんだよそうねラリーがね。チャンネル登録よろしくね。今受けてると、はい、まあ、もちろんボールのスピン量は当然あるんですけど、やっぱりこうスイングスピードが本当、多分コントロールする時とこう自分からグッと打つ時とボールの質も違いがあるけれども、はい、しっかり振ってるなっていうのはもう手元で感じます。だからもうこっち力変に抜いちゃうともう弾かれる、それぐらいいいボールですね。この構えからのこのスイングスピードの出し方、うん、これは多分視聴者の方も真似したいと思うんですけれども、うん、なかなかねここのテクニックっていうのを聞ける機会がないので、ちょっとどんなイメージというか、うん、多分意識はされてないと思うんですけども、うん、まあ、説明難しいですよ。股関節入れる力入れて、うん、なんかラケットを振ろうって考えるとどうしても手打ちになって、うん、ラケットがこうなったりしてひっくり腰になると思うんですけど、はい、腰をボールに近づけていく感じ、近づける、後ろ足の関節を近づけていく感じにすると、うん、まあその感じは出るのかなっていう。ただ構えてる時のスタンスがすごい広いから、ここはすごい安定のポジションになってるんですよ。こう構えられたらねちょっと怖い、向こう側にいてそのなんかちょっとこうおっとがっつりこうやって構えられると、うん、まあ、コースも分かんないですしね、うん、手首はちなみに こうやって引いてるんですか、それともこう、考えたことない。あ、でも立てるようにはしたいですけどね、まあ、できる限りやっぱシンプルにはしたいんですけど、立てる意識はない、してはいます若干、けど後ろ側見てると ほとんど寝てる感じがするんだけど昔もっとねこっちちょっと強かったよね、もう本当こう構えてたんで、相手にいわゆる相手の方にこうヘッドがこう向くぐらいのとこから一気に こっち向いてましたよ、こう構えるような感じとかいろいろね、タイプ、テイクバックタイプがあって、まあ、回す人、うん、まあ、引く人、うん、まあ、下からの人もいるし、うん、まあ、この辺はこうなる人もいれば、はい、手首がこうなる人もいるし、うん、グリッパーとしてはこうなる人もいるし、うん、いろんなタイプはいるんですよ、うん、そうですね。で今みたいにしなってこう出すタイプっていうのは、うん、少し手首はあんまりこうやって濃くしない。そうですね、まあ、確かにしないですね。他の選手に比べるとこういう感じ、ラケットを回してる感じじゃないんで、うん、本当体と一緒に引いてそのまま落ちてる感じなんで、じゃあこうやって構えてたからボディがこうターンしていくと同時にあんまりこう動かさなければこれがもう自然とテイクバックになっちゃう。そうです、僕は、まあ、僕こうやって持ってる、もともと持ってる、はい、それがこうやって構えるとここに来る感じなんで、え、構えこうこう、口じゃない、こう、あ、こうじゃないよね。え、バック側でえ、こうやってグラウンドストロークするときはバック握り替えるってことでしょ、右、こう、はい、クッと、もともとここ持ってる、じゃあフォアの握りでバックこうやって打つ、はい、こうやっといてこう帰る、そう、あ、なるほど、ここでこうずらして、うん、なるほど、でたまに間に合わないとこのままこう持ってこうやってこうやって、え、結構僕多いです、こうやって打ってる写真とか、リターンとか特にこうやって持っちゃうね、どうしてもそのままこうやって。でもほとんどの選手はそうだよね、両手打ちの選手は右手、いわゆる利き手はフォア寄りで持ってて、バック来たらこう、こっちを変えるっていうのがほとんど、なんかもともとこうやってバックで持ってる人も中にはいるんで、まあこうやって持ってこうやって、こうやって持ってこうやって構える人もいるし、
確かにフォアのリターンの時ぐらいですね、こうやって持つ。あ、そう、フォアサイドのリターンの時は結構スライスのリターンが多いんで、僕はブロックリターンはね、だから、まあ、もう最初からこうやって構えていて、うん、バックのリターンがすごい得意なので。じゃあ構えの位置から、まあ、今股関節こう入れるっていう話から、まあ、あんまりこうテイクバックは大きくしないというか、ここにこだわらない方がいい、はい、腕で引かないってことね、うんうん、とにかく打点に集中する感じです。誰かも打点って言ってます。いやだってボールとね、どう考えても打点は絶対ですよ。いくらここがかっこよくても打点がどこでもいいっていうのはね、やっぱないから。なんかその人が持ってるそのこだわりみたいなのがやっぱりあるんで、ここで打つっていうのをイメージして、それに伴ったテイクバックとタイミングとこの切り返しだったりというのをね、合わせるっていう。スタテに、スタテに。でここインパクトこうやって打った後はラケットは返す、それとも返さない。まあ、理想はやっぱり自分の中で頭で考えてるのは、ここからもうめちゃくちゃ押す感じ、押す感じ、ボール感じ、押す感じ。もちろんそのスピンかけるときとかには違うと思うんですけど、やっぱ一回押してからスピンかけるなった上に持っていくし、そのままフラットだったらそのまま押していくし、やっぱここの押す時間がないとどうしてもボールが軽くなってしまうイメージがあるんで、僕の中では。当たりですね。ずっとくっついてるわけじゃないんだけど、言うじゃないですか。あのこう押すようなイメージを持ってここを長くした方が、ね、こう綺麗に捉えられて重くなるって、ね、でもなんかあのイメージ押すっていうね、今おっしゃった通り押すイメージって言ったんですけど、実際見てるとそんな押してるように見えない。すげえ振ってるから、ね、感覚とその打ってる映像がちょっと基準がちょっと違うから、いいんです、いい基準なんです。これはね、やっぱり若い選手のやっぱり今の道具と今のテニスでいかにヘッドスピード、ラケットスピードを出すかで、スピン量とあのストロークのスピードをやっぱね持ってる人なんですよ。そうじゃないと今はやっぱ絶対生き残れないです。僕みたいにこうやってる時代じゃないからね。いやいやいや、それは一つのスタイルだけど、やっぱり今はもうこういったしっかりラケットを振るっていうのが主流です、これは。じゃあ練習するときはラリーというより、まあ、少し球足で形を決めてから練習された方がいいっていう感じですね。ちょっと一般視聴者の方もいろんなあのやり方があると思うんですけれども、まあ、一つはインパクト、そしてフォロースルーもちょっと意識しながら練習をしてみてはいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。スタテに。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!